静かすぎる。それに町の中に誰もいない。連絡では不死族の魔物に襲われているということだったが。手分けして町の人を探しましょう。そっちはどうだったって聞くまでもなさそうね。そちらはどうでしたか？ダメだ、誰もいない。こちらもです。店の中にも人がいません。その様子だとそっちも同じか。研究所も見てきたが、やはり誰もいない。まったく、ローディもリリーもどこに行っちまったんだ。あと探してないのはこの塔だけね。ん？何か動いたぞ。行ってみよう。一体何があった？それにこれは一体ビジヌだ。奴が不死族の魔物を引き連れて。ビジヌ？あのビジヌか。生きていたのか。ほら話は後、まずは彼を助けないと。ああそうだな。すまん。ありがとう。助かったよ。それで、一体何が起こったのだ？先ほどビジヌと言っていたが。ああ、我らの師匠に倒されたビジヌが、ホログラードの手先となり、戻ってきたのだ。なんだと？あれは、ボイスリングでお前と話していた直後のことだ。お前はまさか、ビジヌ。我が師匠に倒されたはずでは。そう、確かに私はエマに倒されました。だがしかし、私はすでに術を完成させていたのですよ。遥か太古に失われた自らをハイアンデッドとする術をね。ハイアンデッド、不死族の王。まさかそんなことが。そしてホログラードにつき、
魔人のアスタリスクを手に入れたのです。無駄話はここまで。私の復讐のため、今が残したこの町の住民を私の偉大なる術の材料とさせていただきましょう。どういうことだ。知っての通り、太古の魔法の産物である不死族は滅ぶことはなくとも新たに誕生することもありません。しかしこの私は生きた人間を不死族へと変える術の再現にも成功しましてね。まさか貴様勘が良くて助かります。この町の住民を全て不死族へと変えるのです。エマの弟子であるあなたには術が成功する様子を特等席でご覧いただきましょう。そうですね、あの塔の上などさぞや良い眺めかと。やめろ美人。では早速術の準備に取り掛かるとしましょう。捕らえた町の連中を来る途中で見つけた朽ちた研究所へ連れて行きなさい。このままでは町の人々やリリーは。諦めるのは早いぞロディ。ビジルは準備を行うと言っていたのだろう。つまりすぐに術が完成するわけではない。その前にビジヌを倒してしまえばよいことだ。そうだな、お前の言う通りだ。ここで諦めてどうする。だけど相手は不死身なんでしょ。どうやって倒すの。それについては私に心当たりがある。だがそのためにはトネリコの枝が必要だ。トネリコの枝か。どこかで最近見た記憶が。本当か。ああ思い出したぞ。リリーがアモナだと思っていた木の人形、あれにトネリコの枝が使われていたはずだ。あの人形ね。早速行きましょう。すまない、その間に私は魔法の準備を進めておこう。
これでいいか？これなら大丈夫だ。早速この枝に魔力を込めよう。我が輩も手伝おう。ロディ！大丈夫だ。魔力を一気に消失しただけだ。しばらく休めば回復する。そうか。ならばビジヌの方は我が輩たちに任せろ。すまない。それでこの枝をどうすればいいんだ？君たちは不死族がどういうものか知っているか？死してなお動くもの、死を超えた存在、そう聞いています。それが一般的な解釈だ。だが正確には微妙に違う。人はいつか死ぬ。つまり生者は死に向かって生きていると言える。しかし死者たる不死族は逆だ。死から生へと向かう性質を持っている。とは言っても生き返るというわけではない。永遠に到達しない生へと向かっているだけだ。いくら倒そうとも復活してしまうのはこのためだ。したがって不死族の活動を停止させるには彼らを生へと到達させればよい。なるほど。それでトネリコか。ああ、回復力や成長力が高いトネリコの木は豊富な生命力を持っている。魔力を込めたのはその生命力の伝導率を高めるためだ。あとはビジヌを倒した後にこの枝を打ち込めばよい。もっとも、これは師匠の残した書物の受け売りだ。成功するかどうかは信じるしかない。我が輩たちの師匠だぞ。成功するに決まっておろうが。そうだな。町の人たちを、リリーを助けてくれ。頼む。ああ、任せてくれ。私にかかればこれくらい。我が輩の番だな。
排除させてもらおう。私の番です。できた。やったわね。はい、覚悟するので大丈夫ですか。大いなる癒しの力に倒れた。やるじゃないか。我が手に集え。参ります。の番だな。渦巻き風よ。さて、嵐となえ。最上なる癒し。私の番ね。受けてみなさい。大したことだ。よし、やるか。根源の力。大したことだ。しまった。待ってろ、すぐ片付ける。渦巻き風よ、嵐となれ。大丈夫？覚悟するのね。おい、大丈夫か。こいつを使うか。大いなる癒しの力よ。しくじったらこれで消える。これを使え。これを使え。手間をかけたな。おとなしくなさい。まだまだ。大いなる癒しの力よ。今です。学者だと侮ったか。一歩前進です。次は何ができるのかしら。行きましょう。はい。やった。やっ。こいつは来てない。それでは今は耐えます。受けてみろ。よし、やるか。渦巻く魔力、切れた間の力となれ。さて、私の番に。はい、受けてみなさい。覚悟するので。どうぞ。こいつのキャスティやめろ。俺の番だ。よし、どんどん行こう。さて、行くぞ。私の番です。やあ、そんな。よし、やる
か。やってる。やった。私の番ね。はい。おとなしくなさい。剣の覚悟はあるよ。私としたことだ。さすがです。俺の番だ。よし。まだまだいける。
者、刮目せよ。兵器の魔力を我が手に集え。ざっとこんなものだ。兵器だ。続きます。治療します。ここが攻め時です。大いなる癒しの力よ。どうするか。排除させてもらおう。私の番ね。こいつは音出してください。続きます。良い感じです。攻め手を維持します。不足ない。まだまだ。この好機逃しません。よし、やるか。様子を見るとするか。はい、覚悟するので音出しなさい。クリスタルの輝きとともに。実に興味深いな。
先手を取ったぞ。どうするの？こいつは来てるよ。何とするのね。なんと我が輩の番だな。渦巻く魔力兵器だ。破壊の力となれ。覚悟なさい。治療します。君が癒えていく。行くか。よくた。行くぞ。覚悟しろ。これで決める。全身全霊をかけます。最上の弓矢神。お仕置きが必要ね。受けてみなさい。よくも。こいつは捕まえた。大いなる癒しの力よ。排除させてもらおう。行くわよ。おとなしくなさい。どんどん行こう。我が輩もまだまだ行けるぞ。私の番ね。受けてみなさい。さあ覚悟なさい。守りを固めます。根源の力。あいつを天へ至れ。さて本力だ。ここだ。全身全霊をかけます。さあ覚悟なさい。我が輩の番だな。根源の力。全身全霊を耐えます。こいつは来てるの？どんなものかしら。お手並み配合でいくか。受けてみなさい。よし、やるか。根源の力をやっと天へ至れ。俺の番だ。受けてみろ。これで決める。余裕ね。魅力も上がったかしら。やばくないか。できた。私の番に。覚悟するのね。どうするか。渦巻く魔力。破壊の力となれ。守りを固めます。行くぞ。受けてみよう。全身全霊をかけます。私の力よ。大したことないな。さあ覚悟なさい。こうするとしよう。はい。受けてみなさい。覚悟するのね。全身全霊をかけます。まだまだ。強くね。やーかー。やー良い感じです。我が輩の番だな。おれ我が輩たちも様になってきたな。強くなりましたね。行くわよ。おとなしくなさい。さあ覚悟なさい。
し、やるか。根源の力を手に入れた。待ってろ、すぐ片付ける。こいつはまだまだ、これからだ。まだまだ、大いなる癒しが大丈夫なる見えてきた。さあ、覚悟するのね。我が輩たちも様になってきたな。